皆さんこんこにちは非常識な教室集客コンンサルタント高橋孝子です本日のテーマは「行ってみることができるだけで願いが叶う確率は10割増し」という <laughs> そんなお話をね今日してみたいと思います。10割増してみたいな感じになっちゃいますけどね。はいあのー、これ、まあ、実例があって今日のお話はしていくんですけれどもね。 ダメでもともとっていう言葉があるじゃないですかでこのダメでもともとっていうのはあの皆さん理解しているケースとかは多いと思うんですが実際にそれを本当に使うっていう方は案外少ないなっていうふうに思っていてで私が実際にねちょっと体験してあの言われたっていうかあそうだよねって思った。 ことがあったので、まあ、そんなことをね事例として今日はお伝えしていきたいと思います。教室先生ね、割とこれ苦手な人が多いし、私も昔結構苦手だったので、まあそんな昔の私へのエールも込めて今日のお話は、ね、してみたいと思います。では <coughs> 問題に入りたいいと思います行、えっと、ってみることができるだけで願,うが願いが叶う確率は10割増し、まあ、ほぼ叶うっていうことになるんですけれども、まあ、これどういうことなのかっていうお話をするんですけど、先日ですね、あの私があの所属しているサックスコミュニティがあるんですよ、まあ、あのサックスプレイヤーの一平さんっていう方のところでねやっているあのセミプロサックスプレイヤー育成 コミュニティっていうところがあって、まあそこに私所属してるんですけど、で、あの新しい機械で、まあ外でストリート、ストリートの演奏とか、とかにやるときの音源とかも、まあ、いろいろね、細かい設定とかするのが大変で、スピーカーがどうのこうのとかっていうのが大変で、なんか一体型になってて、かつ電源が その、えっと、コンセントがね、なくても、野外で、ライブとかもできるような、200人とかでも耐えうるとか、300人でも大丈夫みたいな、そういう音量調整が効くね、機械があるんですよ。PA っていうシステムなんですけどね。で、それを、あの、一平さんは、私の先生なんですけど、先生が持っている方の、一晩新しい方の PA システムを、私買おうと思って、 で買ったんですよ操作方法わからないから、えー、イベントをやるときに私の家に来て操作をしながらそのみんなに教えるっていうことで実況中継をするっていうことになっていたんですよ。まあ、ところがですね、まあ、型番が違えば操作パネルが違っており、えー、自分が持っているものと勝手が違うんですよね。で結局あの説明書も英語で全部書いてあって めちゃめちゃその本当に重要なやばいっていうこと以外書いてないんですよ。だから分かってる人が買う機会なんですね、主にね。で、結局いじっていじって2時間ぐらいなんかうまくいかないうまくいかないっていろんなボタンを押しても音が出ない音が出ないとかやっていて、まあ何個かポイントが後で分かったね、ポイントがあるんですけど。で、その日は午後にあのうちの裏にすぐ川があるので、川で、まあ、大きい音量なんでマンションでは 出せないので川で出しましょうっていうことになってたらどうしても午前中には音出しまでやりたかったんですよ。で残念な話初期不良かとかいう話とかもあっていや初期不良かどうかすらわからないっていう状態だったんですよ。なのでこれはどうしたものかっていうふうになった時に まあ私はね、よく、あの、ダメでもともとっていう言葉をよく自分にも言い聞かせたり、それを実践のところとかで使ったりするんですけど、私のいつもライブとかに、プロの方、音響さんがね、来てくれている、まあ、神奈川にいる方いらっしゃるんですけど、その方に、あの、ダメでもともとと思って、メッセージでね、連絡をしてみたら、 あの、聞ける話がね、つながって電話でも聞ければいいかなとか、場合によって機械が故障とか言うんだったら返品しないといけないしなと思って、あの無、無理を承知で言うんですが、って言って、今日来てくれると最高に嬉しいんけれども、明日以降でも時間を見つけてちょっと来れる日あったら、 来てもらって、これが故障かどうかすらわからないっていう話で触ってみて、プロが触ればわかるかもしれないと思ってね。で、お願いしてみたら、なんとその日は横浜の方面でちょうどライブがあって、今ライブもうすぐ始まるから、ただいつものライブより少し早めに終わって、少し空間の時間があった上で、えっ、ー、と、打ち上げに入るから、その時間移動して戻ってくれば大丈夫って言われて3時間ぐらいだったんですけど。 で、あの、至急、そこから電車で来てもらって、タクシーで来てもらってって、機械を見てもらったら、まあ、初歩的な部分なんですけれども、これを回さないと音が鳴らないみたいなところが、やっぱみんながぐちゃぐちゃ触ってても全然わかんなくて。で、プロの方は見たことがない機種で新しい機種だ、自分が持ってるのより新しい機種だってわかっても、なんやかんや触ってたら音が出るようになったんですよ。そして問題は解決したっていうことだったんですね。 でこの中で、まあ、何が教訓だったかというとその私の、ね、先生はなんとか触り倒しながらどうにか答えを見つけていこうとしていたんですよで,でも、時間のとの戦いがあってその日のスケジュール的には午後に試し吹きをしたかったんですよ、川で。ということはもう午前中には音は出るよねぐらいまでは確認したかったんですよね。 と考えるとですね、もうこれラッチ開かないなと思って、使えるリソースは全部使うって思って連、連絡してみて。もちろん来てくれたらラッキーなんですよ。ラッキーだけど、電話しないことにはスタートしないじゃないですか。で、電話をして。あともちろん、一平さんのね、コミュニティでそういうの詳しそうな人とかも、なんかメッセンジャーで、電話で話せませんかとか言ってて、ゴルフに行ってるのにね、無理やり捕まえたりとかして。 メッセージもらってうっすらした記憶だけどとか言って結構丁寧にあの答えてもらってだから私思いつく限りの自分が持ってるリソースとかた尋ねられて解決できそうな人のところに連絡しまくったみたいな感じで解決してあの午後からねちゃんと試し武きができて機械は大丈夫でしたってことが分かったっていう点末だったんですよ。でここで大きなな違いははさんんんねあのもちろんなんとか しようとはしていたりとかしてたんですけど、積極的に、えっ、ー、と、外に働きかけて、どんどん聞いてみていたのは私の方で、まあ、なんなら来てもらえると嬉しいって言って、もちろん、あの、来てもらってね、時間も割いてもらって、お仕事外なのにと思って、あの、お礼をね、包んで、フットで渡そうとしたら、いや、もう今日、そんなつもりで来てないから、いいよ、いいよ、今日はって言われて、あの、そちらはね、まあ、お土産のお菓子をあげたりなんかしましたけど。 それはあのー、今は何が優先って機械が壊れてないかが分かることと試し武器ができることっていうのが優先事項なんですよだからあの無理かもしれないけど聞いてみることができるんだったらやっぱり聞いてみる行ってみるっていうことが大事でそこでずっと自分で、あのー、ガチャ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 いじってじゃあ何時間かかるのかしかも壊れてるかどうかすら分からないっていう状態。 だったから結果としてはあのもうやっぱ仕事ができる人は行動力が違うとかって言ってまあそのサックスの先生にね言われたんですけれどもあのー、それを聞いて思ったんですよ私は仕事ができる人っていう意味じゃなくてうんその問題に解決するための最短最速の道のりは何なんだって言ってあ自分のリソースもうダメってなったら 人に頼るしかないっていう結論が出るんだったらもう使えるものは全部使うみたいな感じで基本解決に向かって進んでいくタイプなんですよ。だからその時にもちろんあのこんな、ね、時間取っちゃったら悪いなとか呼び出しごめんなさいとかって思ったりするんだけどそのお礼っていうのはなんか違う,形違う形で後で返せばいいじゃないですか。 とりあえず今困ってるから助けてほしいわけですよね。だから助けてって言うってことが結構大事なんですよね。その言ってみるっていうことです。で、これができない先生が多いんですよ。つまり、例えば自分で、あの、独学で特にやってる人に多いんですけど、インターネット集客とかね。いろいろ調べて努力をするのは全然構わないんですよ。 っていうかもう何も聞かないで先生これどうしたらいいですかとかめっちゃライトに聞いてくる人いるんですけれども一旦は自分で調べようよっていうことです私も今回いきなり PA さん呼んでないですよ一平さんあと先生サックスの先生と一緒に2時間もう悪戦苦闘してできないできないできないで頼ってるから一旦は頑張ってるんですよただどこで見切りをつけるかっていうのが結構大事でこと集客に関しては うん早いうちに方向転換しなきゃいけないケースもあるんですよ。で、残念なのは、要はプロの力も効かないであ、プロの力も借りないで、聞きもしないで、永遠に自分で何度も何度も繰り返しながら試行錯誤し続ける人。これ1年とか2年とか3年とか言うと、あのー、ものすごい時間のロスがね、大きいですよ。 やっぱりね、持ち屋は持ち屋だし、プロはプロなんですよ。だって、来て10分で解決しましたからね。2時間。原因がわからなかった私たち。が。って、うん、いうことは、やっぱりね、その道に詳しい人に聞くっていうのは、とても大事なことなんですよ。努力をした上になりますけれどもね。じゃあ、これ、教室業の、例えば集客に困ってる人。えっ、ー、と、どういうふうに経営を作っていっていいかわからない人。 そういう人って、あの、自分で考えても答え出ないんですよ。なぜならば、自分のアイデアと発想って、自分の知識と領域以上に出ないからなんですよ。これ結構勘違いしてる人多くて、あの、お金を払いたくないタイプの人に、特に多い傾向なんですけど、よくわかってほしいのが、自分の頭の中にある知識以上に答えって出ないんですよ。わかりますこれ。 あの知識を身につければもちろん答えは出るかもしれないですよ、いやそれよりも例えば私はコンサルタントですけれどもコンサルタントで5000人近くの人と話してるわけですよね、私、そうすると失敗するケースとうまくいくケースのケーススタディが全て私のところに主,主役されたノウハウで集まってるんですよ。 ということは、誰かがこれうまくいきますかって言ったら、いかない確率が高いとか、それならうまくいくって即答で言えるんですよ。っていうことは、その人が一人で3年とか2年とかかかって答えを出すことが一瞬で出る可能性があるんですよ。じゃあそれを相談するのにね、じゃあ相談料がもったいないとかって言って相談しなかったとするじゃないですか。時間のロスどれぐらいあると思いますっていう感じ。だから、知恵を借りるときには、 プロの知恵を借りるときが必要なときがあるっていうことは知っておいた方がよくて、で、それが分からないことが分からない場合でも聞いたらいいんですよ。じゃあどうするのって言ったら、私の場合にどうしてるかっていうと、分からないことが分からない人の場合には、分からないことが分かるように質問していきます。要は、それでないと私が答えが言えないからです。 とということは何が原因になっててそんなことになっちゃってるのかっていう紐解くための質問って状況によってまあ大体こんな感じ聞けば答え出せるよねっていうのを私が質問していくんですよ、そうすると相手は答えるうちに実は頭が整理されちゃって答えが見えちゃう人とかも結構多いんですよ。 まあこれは質問力っていう領域になるので、まあ、コンサルタントの一つの能力、一つの大事な能力の一個になるんですけれども、それができるということが一つポイントになるということはですよ、言ってみないと答え出しようがないんですよ。だから、いくら頭で考えてもいい答えが出ない中、ぐる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 回ってる残念な人って結構多くてですね、時間もったいないなーって本当に思います。 本当にだから言ってみる、でそれがダメ元でもいいじゃないですかそうやって何かお願いしたいときとかだってダメ元で所詮ゼロでしょで私ももちろんコンサル通,通常はお金いただいてますよいただいてるけれども例えばあのー、初回面談とか30分無料とかっていうのは今はですけどねそのうち変わるかもしれないですけど LINE から受付とかやってるわけですよ。 わかんないんだったら聞いてみたらいいじゃないですか。<laughs> 答え出ますよ。そこで。一旦はね。で、答えは出るんだけれども、実践するために一人でやりきるんならそれでいいじゃないですか。答えが出てるんだから。やりきれないから並走が必要って言ったら私が必要になるっていう。ただそれだけの話で、一生懸命考えたって自分の生きてきた歴史と自分が学んだ知識以上の答えは出ないんですよ。 だから、あの、ここね、損してる人多いですよ。よく考えてみますとかね。いや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 、それだけの経験しかできない、してないんだから、答え出ようがないんですよ。で、しかも残念なことに、自分で出した答えがめっちゃ間違ってる方向に突き進むタイプの人もいるんですよ。例えば分岐点がこうあって、A と B っていう道があって、正解が A なんですよ。で、今この人ここにいるんですよ、分岐点に。で、本人がなんか B って、 勝手に勘違いして B にめっちゃ慢心したら A の道に行く距離がめちゃくちゃ離れていっちゃうんですよ。でこれまだこれならいいですよ。こっちだったらどうします真逆。後ろと前とかだ。すっごい逆の方向を走ってから違ったって分かったら同じ量を戻ってきてゼロベースですよ。さらにそこから行くんですよ。 もちろんね、うまくいかなかったっていう経験値は手に入れられるんで、マインドが強くなったり、その道をもう一回選ばなくて済むっていう利点はあるかもしれないですけれども、最短最速で成果を上げたかったら、その道のプロに聞くのが一番なんですよ。っていうことは、わからないっていうことを言ってみる、聞いてみることも最初の段階ではね、必要です。実践の段階では、やってみてから聞いてみる。これがルールです。やらないのに聞くのも、 意味ないんですよ。これは今度はコンサルしているメンバーとかとの話になってくるんですけど、あの、私がね、普通に不思議だよねっていつも思うのが、あの、これこれ何これでこうであでっていうから、あ、じゃあこういうね、形でやってみましょうって私が言うと、いや、やったことがないんで不安ですって言うんですよ。これ おかしいってわかる、わかりますこれ言ってること。よく言う人は何がおかしいのってわかんないかもしれないけど。やったことがないから不安ですは、イメージはわかりますよ。 だけど、不安持ってたって、いや、やるしかなかったらやるしかないんですよ。だからそこに不安っていう感情はいらなくて、やってみてから考えたらうまくいかなかったとか、うまくいったっていう答えが出るだけで、不安持とうが持たないが、それが正解って言われてるんだったら、やるしかないんですよ。だから不安っていらなくて、不安って何,何なんですかって感じなんですよ。ゼロベースですよ。だって、何もやってない人って。 やったらなんか答えが出るんですよ。うまくいかなかったって答えが出るかもしれないし、うまくいったって答えが出る。でも、何にもやってない人って何もやってないんですよ。それよりかははるかに進歩してるんですね。だから、不安って言って何に対して不安なのかわかんなくって、うまくいかないことに対して不安なんですかでも、うまくいかなかったらそれうまくいかなかったって道が違ったよねっていう回答が出るんですよ。だからゼロベースの人より全然いい。ということを、不安ですっていうことをよく口に出す人は、 あの自覚してしてほいんですよね、うん、だから、あの、私、チャレンジって、基本、やるだけなので、やるんですよ。チャレンジって。不安とか、あの、関係ないんですよ。だって、やってみたらめっちゃ面白いかもしれないじゃないですか。ただ、一つ決めていることは、 心がワクワクする楽しいことっていうことを中心にやっていくっていうのを決めてます。なので、やりたくないことはやらないんですよ、私。で、それが、えっ、ー、と、業務上ですね、ここの楽しいとこに行くっていう道筋が見えてる中に、これの試練もあるよねって思ったら、それをなるべく楽しく、うどうやったら楽にできるかなっていうのは考えるので、これを、えっ、ー、と、やらないっていう選択肢はないんです。やんなきゃいけないんだったら。 やんなきゃいけないんだったら、いやいややるより楽しくできる方法を考えた方がいいじゃないですか。うん、なので、そういう感覚なんです。若干ちょっとね、話それちゃいましたけれども、だから、わからないことはわからないっていうのを伝えてみる。あとは誰かに助けてほしいって言ったら言ってみる。アドバイスが欲しいって言ったら言ってみる。一人でぐる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 考えている時間ほど無駄な時間はありませんっていう感じですね。はい。あの このね地球っていう星はって斎藤ひとりさんが、ね、言ってるけど行動の星だって言ってます。行動によって全てが回答が出ていくのがこの地球上の習わしなんで動いてない人には当然何の回答も出ていかないんですよ。ということはまずその第一歩思ってることを口に出す言ってみるっていうことを必要以上にブロックかけて言わない方とかいらっしゃるんだけれどもどんどん聞いてみるっていうこと。 をすると、それこそ集客の仕組み作りとか、マーケティングとかもうまくいくので、願いが叶う確率は10割増しなんですよ。というお話でした。はい。ということで本日のまとめです。えっ、ー、と、行ってみることができるだけで、願いが叶う確率は10割増しというお話なんですが、えっ、ー、と、行ってみることによって、現状の自分となりたい自分とか、理想とする世界とのギャップが 見えるようになって、えー、やりたいこととかがうまくいく可能性がすごく高くなります。で、自分の頭で考えることは自分の経験値以上のものは出てこないので、そこは素直にプロの知恵と力を借りましょうというのが答えになります。はい、以上です。ご参考にしてみてください。はい、よろしくお願いします。